はい、じゃあ、じいさん、お願いします。よし、ありがとうございます。どうぞ。まあ、試合もそうだし、トレーニングも。あ、ごめんなさい。すいません。すいません、ルイさん、ありがとうございます。全然見えてなくて、すいません。まあ、試合もそうだし、練習もそうだし、うちのチームの特徴として、もう試合の最初からこういう強い出力を出すっていうところを意識するために、毎日、そういう習慣をつけれるように。今日も最初の一つ、最初のプレーから集中していきましょう。はい。元気出していきましょう。はい。よっしゃ。いざ。はい。テーブル曲げいこう。踏まれかかと。片足でも曲げいこう。オッケー。最後。こっち左。よっ。よっ。倒れるだけ。近いボール。オッケー。正面に引いておく。最後。さん。オッケー。こっちは。はい。オッケー。さん。イエス。はい。オッケー。今日これで終わります。オッケー。こっちゃ。はい。本当目の前の試合に勝つために全員がいい準備をしてましょう。はい。やっしょ、任しょ。お願いします。お疲れ様でした。今日の練習。お疲れ様でした。鹿児島本日3日目ですが、どうですか仕上がりは？はい。しっかりときついです。どこら辺が？きつく感じます？足がもも裏とか裏ら辺がきついです僕は。いてもねまだ若いんで。若くないです。一晩寝たらすぐ回復すると思いますが。と思ってたら2日後とか3日後ぐらいじゃないと戻ってきてないです。頼みますよそこは、はい。はい。山形に開幕を待ってる方がたくさんいるんですけど、なんか届けたいメッセージありますか？そうですね、楽しみに待っていただけるとありがたいですけど、まあ、こうやってね、なんだろう、動画を通してなんか僕らが楽しんでるところを見せれれば一番いいと思いますし、まあ、笑顔になってもらえればなと思います。4日には清水戦が、公開トレーニングマッチありますが、なんか思いとかありますか？そうですね、まあ僕が出て勝ってはないので、まあ、練習試合で勝てるようにまずはそこを目指して頑張りたいと思います。ゴール期待しますんで、はい、残りのキャンプ頑張ってください。はい、ありがとうございます。